中国銀行、中国銀行、中国銀行、香港、中国語、中国銀行有限公司、英語、バンクオブチャイナリミテッドは、総資産及び預金量で、香港第2の商業銀行。以前の名称は、中国銀行香港分行である。中国銀行の香港法人だった12の系列子会社と2001年に合併し、現在の名称となった。略称は、中銀香港、または、英文両名から、BOCHK、キャッチコピーは、Your Premier Bank。母体業である本土の中国銀行とは、法的にも別組織であり、2002年には保有株式を放出して、香港証券取引所に上場している。ただ、経営では、親密な部分も残っており、特に保険や証券業分野では提携関係が深い。CEI も本土中銀と同一のものである。1917年、本土の銀行としては初めて、中国銀行が香港に支店を開いた。1949年に、中華人民共和国が成立した時点では、中銀を含む国有銀行の支店が15あり、官民合弁による旧銀行、新華銀行、中南銀行、金城銀行、国家商業銀行、浙江工業銀行、遠洋銀行、南洋兄弟銀行、花商銀行、中国工業銀行が設立されていた。さらに1950年までに、宝商銀行と南洋商業銀行が中共政府によって設立された。1952年、官民合弁による旧銀行が提携を結び、官民合弁銀行共同支店として運営されるようになった。店舗は2完成された。1954年に南洋兄弟銀行、花商銀行、中国工業銀行は本土政府によって接収され、店舗を閉鎖し離脱した。残留した6行は、1958年に中銀の香港、マカオ分行の傘下に入った。後に、広東省銀行、華僑商業銀行、交通銀行の香港店舗も加わっている。交通銀行は1998年に離脱。1975年、中国政府が中銀に資本注入を実施し、民間企業による出資比率は 1% 未満にまで低下、かつて官民合弁であった中銀は実質完全国有化された。1980年代、勘定系システムを一新したのに伴い、共同支店提携は中銀集団、中国銀行グループと名称を変えた。ただ、傘下の各行は個別の経営を続けていた。1999年、株式上場を目指して、傘下各行の全株式を中銀が取得、構造改革計画を策定し、2001年の中国人民銀行の承認を受けて実行に移された。中銀集団発足時からの6行は、宝商銀行に吸収され、同行は中国銀行有限公司と改称。南洋商業銀行と周友銀行を中銀香港の子会社とした。香港特別行政区立法会は2001年7月12日に中国銀行合併令を公布し、同年10月1日に全合併作業が完了した。中銀香港は持ち株会社である中国銀行空庫有限公司、BOCHKホールディングズリミテッド、中銀香港ホールディングスの 100% 出資子会社となっている。中銀香港ホールディングスは、香港証券取引所に上場しており、証券コード2388、米国預託証券も発行している、ティッカーシンボル、BHKLY。香港ハンセン株価指数の構成銘柄の一つに選定されている。中銀香港以前にも上場する中国の銀行はあったが、いずれも A 株、上場、外国人投資家は売買できない市場であり、国際的な資本市場に登場した中国の銀行としては第1号と言える。2006年現在、中銀香港ホールディングスの筆頭株主は本土中国銀行 69.265% であり、さらに本土中銀の筆頭株主は中央基金投資 69.265% となっている。中央基金投資は中国政府が 100% を出資する投資持ち株会社であり、中銀香港は未だ間接的に政府の影響下にある。業務の中心は依然として個人の預金を受け入れ企業に融資するという伝統的なものが中心だが、金利収入依存からの脱却を図り消費者金融やプライベートバンキングにも参入し、サービスの幅を広げている。損害保険、生命保険や年金運用も取り扱っている。営業網は香港最大であり、200以上の支店と450台の ATM を設置している。本土には14の支店があるが、中銀香港は香港の法令に基づいているため、外国銀行の扱いを受ける。2003年に締結された CEPA の一環として、中国大陸住民による香港への個人旅行が段階的に開放された。それに伴い、香港金融管理局と中国人民銀行は2003年11月に中国本土住民が香港で銀、連ねやクレジットカードを利用可能とする覚書に調印した。このため、本土の通貨である人民元を取り扱う機関が香港に必要となり、人民元決済業として中銀香港が選定された。人民銀行が決済業務を外部に認可するのは初の事例であり、人民銀行の香港における総代理人という役回りを受け持っている。1950年設立の南洋商業銀行は中銀香港の 100% 出資子会社であり、41の支店を持つ。中小の製造業を中心とした融資を行っている。東南アジアの華僑社会と親密。環状系システムは中銀香港と共有している。周友銀行は実業家として中共建設時に東南アジアの華僑社会を率いた陳吉美香江によって1947年に設立された。福建省からの移住者に広く利用されており、逆に同省のアモイでの教育事業に10億香港ドルを融資するなど、つながりが深い。1982年に銀通ジョイントエレクトロニックテラーセルビススリミテッドジェットコという ATM ネットワークを他5行、東和銀行、旧浙江第一銀行、後に A トール銀行に買収された上海商業銀行、永隆銀行と立ち上げた。現在では加盟業数は増え、累計1400台の ATM で銀通のサービスが利用できる。ただし、香港上海銀行とその傘下にある、常雄銀行は ATM を独自に設置しおり、相互接続されていない。銀通りは、香港とマカオにまたがっている。銀通りは、中国本土の銀聯とも接続している。以前は、銀通加盟業のキャッシュカードを使って、中国本土の銀聯 ATM において、香港の口座から、人民元で引き出すことができた。しかし、セキュリティ上の理由から2006年元旦より、同サービスは停止された。代わりに、銀通加盟業は、別途、銀聯カードを発行することとなった。香港ドルの紙幣発行をしている3行の金融機関、香港上海銀行、中銀香港、スタンダードチャータード銀行の一つでもある。1994年5月1日から中国銀行が中国銀行香港分行の名義で香港ドルの発券を開始した。2003年からは中銀香港により発券されるようになった。また、それに伴い中銀香港は香港銀行公会の永久会員となり、同会長を持ち回りで輩出することになった。中銀香港は中銀旅行という旅行代理店も傘下に置いている。これは、元は南洋商業銀行の傘下であり、同行と親密な華僑社会との接点から設立されたもの。中国銀行タワーは、香港東北部の金融街である今州、アドマールティ地区に位置する超高層ビルで、中国系アメリカ人建築家である余民平、海一名の設計による。中間、セントラル地区の香港上海銀行横に現存する洋中折衷のアールデコ調建築である旧社屋、1950年完成、パーバー&ターナー設計の老朽化及び業務の効率化を図る目的で建設され、1990年に完成した。鋼鉄製のトラスの枠組みをデザインに活かし、幾何学的なイメージを連想させる。青いハーフミラーガラスの壁面を持ち、意匠は発展する香港の街を成長の早い植物の竹に見立てて寄贈された。地上72階建てで高さが 367.4 メートルであり、完成当時は香港のみならず、アジアでも最高の高さを誇った。中銀タワーは、アジアで初となる高さ300メートル超の超高層ビルであり、香港を象徴する建物であると同時に、香港のイメージをも変える建物となった。全フロアが中銀のオフィス及び業務窓口として利用されており、展望台などは設置されていない。エントランスには中国銀行ではなく中国銀行とあり、実際に本土中銀も入居している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。